リマです。ドラムを習ったことがありますか？私はドラム習ったことがなくて独学で習いました。ありがとうございます。来てください。おめでとうございます。ありがとうございます。ありがとうございました。私もすごくもらいたくて悔しくてちょっと涙出そうになったんですけど、泣いてしまったりすることがもっと悔しくて、もっと落ち込んじゃう時がありました。このパフォーマンスを通して新しい自分らしさとか自分ができる新しいことをみんなに見せたいなと思いました。ドラムする人がそんなにいないなって思ったので、私がやってみたらちょっと面白いし、すごく変わった自分を教えたので、そうやってそういうこともできるんだよって言って、ちょっと女の子なんですけどかっこいい私を見せたいなって思ってドラムを選びました。그래요정말기대되네はい、やってみましょう。はい。당연히이제전문적으로배운게아니고취미라는거니까뭐진짜드럼연주하는사람같진않아요. 많이많이이제미숙한느낌이죠. 근데하여튼간 무슨영화주인공같긴했어요. 무슨영화주인공같긴했어요. 그냥방송적으로시청자들이이거보면그외모에그렇게치고있는모습이정말사람들이놀랄것같아요.
이제 음악적인 얘기를 하자면 이제 4분음 표, 8분음 표만 계속 쳐서 아, 저거야 뭐 취미니까 저 정도 쓰겠지. 근데 마지막에 이제 오른손으로 스네어를 16분음 표를 치면서 다른 4분음 표가 오면서 그때 약간 솔직히 좀 놀랐어요. 아무리 취미라고 하지만 발로 4분음 표 치면서 손으로 16분음 표 치는 게 정말 힘들어요. 이건 보석을 안 줄 수가 없네요. 이건 보석을 안 줄 수가 없네요. 할 거야. 감사합니다. ありがとうございました。お疲れ様でした。 동작들이 다 동작들로 보이지 춤으로 보이질 않아요. 말하듯이 그냥 대충 부르는 부분들이 없고 다 너무 세게 불러요. 誰よりも 練習してきたので ちょっともらえると思ってました。 ダンスも ボーカルも どっちも取れなかったから 悔しいです。いやもう私後がないんで 絶対ここで頑張るしかないんで 絶対に 韓国に行きたいです。 次は ひなさん。 はい。 谷川 ひなです。 よろしくお願いします。 今日は何を準備しましたか？ はい、 一人芝居を準備してきました。 이걸 왜 준비하게 된 거죠？ 私は虹にちなんで7色の個性を一人芝居で表現したいと思います。題してひなの虹色七変化イエーイ。虹色七変化イエーイ。曲はガットセブンさんの A です。このミュージックビデオはサナちゃんをめぐる7人の男の子のお話なので、 私はそのサナちゃんをパク・ジュニョンさんに見立てて7人の女の子を演じたいと思います。お芝居中にタメ口を聞いてしまったりとか愛の告白をしてしまったりするんですけども、演技なので誤解しないでください。大丈夫です。それではミュージックスタート。 違うんだよね。ああ、いつになったら渡せるんだろう。はあ、ジニョン君、あんたまた振られたの？しょうもな。何？落ち込んでんの？
元気出しなよ。ほら、お腹空いてこない？マーラータンでも食べに行こう。は？ジニョン君のおごりに決まってんでしょ。なるほど。それでは私からジニョンさんに質問がございます。現在私以外の女性とパートナーシップ状態である。なるほど。では一旦保留ということで。保留ということで。あら、やだ、あともう食べ終わっちゃったの？いや、ちょっと待ってて、すぐ作るから。あら、やだ、人参残してるじゃないの。ほら、はい、あーん、あらやだ、かわいい。きた、やけどしちゃうわよ、やけどしちゃうわよ。あなたのことが、あなたの作る世界が大好きです。これからも追いかけ続けます。私の気持ち受け取ってください。オッケー、オッケー。やった、この後ですか？もちろんです。だって世界で一番。あ、ごめんなさい。はい、もしもし。あ、はい、お疲れ様です。はい、あ、はい、すぐ行きます。失礼します。ごめんなさい、レッスンに行かないと。え、世界で一番世界で一番好きなのは歌って踊ってる自分です。じゃ、お疲れ様でした。진짜 약간 무슨 TV 드라마 보는 느낌이었어요. 감사합니다. 고생합니다. 준비도 정말 많이 했고 연기도 굉장히 잘하네요. 아, 좋았다. 감사합니다. 고생합니다. 호라, 귀여워요. 봐, 진영군. 아, 또 맞아 흐르렀다노. 아, 이츠니나타로 오토세른다로. 인쇼테키데스. 인쇼테키데스. 아, 그래요? 감사합니다. 고생하셨습니다. 감사합니다. 감사합니다. 솔직히 이마마데 호메르레타 코토가 아마리 나갔다는데 우레시카타데스. 미상. 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 오願いします. 안녕하세요. 15살의 세즈나 미히です. 오願いします. 何を準備しましたか？私は小学生の時に 2,3 年部活でやっていたバトンをやりたいと思います。이런걸남앞에서해본적있어요？はい、学校のイベントの時とかに何度かやったことがあります。
とダンスもすんごい緊張したんですけど、私は振り付けを作るのも初めてだったし、今回が一番自分の中でちょっと自信があまりなくて。明るい表情とか笑顔だったり、自分のいいところとか魅力を出していきたいなと思いました。연예인은 자기의 매력을 극대화시켜서 표출할 줄 알아야 돼요. 다른 말로 하면 내가 어떻게 했을 때 가장 매력 있어 보이는지를 본인이 아는 게 정말 중요해요. 지금 무슨 만화 보는 것 같았어요. 만화 보는 것 같았어요. 그게 진짜 그렇게 보여요. 본인의 매력을 가장 완벽히 보여준 퍼포먼스였던 것 같아요. ありがとうございます。ありがとうございました。すごい緊張していたのでよくできたかその時は分からなかったんですけど、嬉しいことに3ついただいて、あと1個のキューブも獲得できるように頑張りたいと思います。
美味しそう。今回スター性は食べ物を美味しそうに食べるということをします。モッパンみたいな感じでやろうと思うんですけど、私は名古屋から来た17歳の桜井美優です。食べることがすごく大好きです。17歳桜井美優です。よろしくお願いします。この組み合わせはすっごい美味しいと思うんですけど、みんな食べたことがないというので、私が今からすごく美味しそうに食べるので、ぜひ食べてみてほしいです。いただきます。こうやって取って、おいしい。食べたいですか？みんながもう我慢できないみたいな、食べたくて目で見てくるから、ちょっともう今はやめといて、終わって休憩に入ってからみんなで食べたいなと思います。ありがとうございました。뭐 점심시간 가까이 와서 다들 부러운 눈으로 봤는데 정말 고생했어요. 치카레 사마데시다. 죄송합니다. 아리가토 고자이마시타. 星に変わって星置きよ。확실하게자기의장점을하나더어필한무대였어요기대가됐어요 キューブを一つももらってないので、自分にはスター性があるんだっていうことを信じて、次はニナさん。よろしくお願いします。ヒルマニナ14歳です。 DJ ですか？はい、ラジオ番組の設定で今日はスター性の部門をやります。이걸왜이런무대를준비했죠?表現力を前褒めてもらえたので、それをもっと活かしたいなと思って、話すだけでは物足りないと思って曲を作ってみようと思って、BGM とオープニングを自分で作曲して、で、あと台本を書くのにも挑戦しました。これだったら少し魅力を見せれるかなと思いました。なので挑戦してみました。何を考えればいいの、何を感じればいいのかっていう、私のスター性は何だろうと思ったんですけど、
自分のことで考えて自分の好きなことや自分がなんかやりたいこととかいろいろ考えてみて、自分の性格はいろんな新しいものに挑戦するっていうことで、あとラジオもすごい好きなので、その2つをどうやって一緒にできるかなと考えたら、ラジオの設定で発表すると思いつきました。そのために曲作り、 BGM とテーマ曲、そして台本を作ってきて、 JYP さんがそれ見て、ああ彼女表現力だけじゃなくトークもできるし曲作りもできるなっていうことを見てほしいです。驚かせたいです。聞いてみましょう。はい、よろしくお願いします。Welcome to Niji Project. Hello everyone. This is Rainbow FM DJ Nina. 午後2時です。Niji Project が始まりました。Niji Project. この番組は JYP Entertainment、Sunny Music Entertainment の提供でお送りします。今朝は少しひんやりしていて、いよいよ秋らしい季節になってきましたね。季節の変わり目です。健康にご注意くださいね。はい、では早速コーナーに行きたいと思います。ドルルルちゃんちゃちゃん、今日は思い出に残る曲。今日も本当にたくさんの方からメールをいただきました。ありがとうございます。今日のメールは愛知県17歳女の子、イオナちゃん。私は今年の夏ダンス部の夏の合宿に参加しました。私たちは TWICE の Cheer Up の曲に合わせてみんなでダンスをし、すっごく楽しい思い出になりました。 That's wonderful. 私も実は合宿に参加したことがあります。同じ夢を持つ仲間と出会い、真剣にダンスと歌に打ち込んだ時間は一生の思い出です。はい、ではイオナちゃんの思い出に残る曲、 TWICE の Cheer Up。になりました。また来週ね。 See you next week. Bye. ありがとうございます。オープニング랑클로징음악을만들었다는데어떻게만들었어요언제ノートパソコンで作ったんですけど、初めてだったので機械の使い方とかが全然分からなくて、パソコンにはその音楽を作るアプリがあって、キーを押せばコードとかが出るので、それにやってみました。 Hello everyone, this is Rainbow FM DJ。물론아마추어가만들었으니까엉성한데곡이라는게의도가중요해요그의도가라디오방송오프닝곡처럼들리게하는거였고또두번째곡은의도가라디오방송에서백그라운드뮤직으로딱나올것처럼들리게하는게의도잖아요진짜라디오방송을많이좋아하나봐요왜냐하면딱오프닝음악은오프닝음악같았고 BGM 은딱 BGM 같았어요
14살 때 이렇게 만들, 물론 아마추어 음악이어서 엉성했지만 그래도 이런 느낌을 냈다는 게 되게 놀라운 것 같아요. 감사합니다. 그리고 이 스타성 평가라는 과제가 주어졌을 때 아, BGM까지 만들어서 이렇게 라디오 방송을 할 생각을 했다는 게 놀라워요. 감사합니다. 그 와중에 노래도 정말 잘했고. 감사합니다. 가져와요, 펜던트. 가져와요, 펜던트. 감사합니다. ありがとうございます。皆さんも聞いてくれてありがとうございました。 今心配 몸이 안 좋아서 입원했었어요? 아, 하이. 약간 근데 아까 왜 한 달 동안 입원했었다고 얘기를 안 했어요? 아파서 못했던 거는 확실히 그래도 얘기를 해야 내가 오해를 안 하지. 入院している時にあまり大きく体を動かせないので他の人が練習している中で自分が練習他の人よりできてなかったんですけど。 でもやっぱそこのできてない分でもとりあえず今出せる力を全て出したいです。やっぱギリギリですごくたくさん心配なんですけど今出せる力を全て出し切ってしっかり韓国に行きたいです。 이로 죽을 수란 뭐야
제가 지역 예선 때 인상 깊게 아까리상을 본 건 그 밝고 건강한 에너지 때문이에요. 근데 오늘 그게 많이 보여서 좋았어요. 앞으로도 이렇게 계속 건강 관리 잘해서 이렇게 지금 이 밝고 건강한 느낌을 계속 갖고 있는 게 중요할 것 같아요. 하이. 하이. お疲れ様でした. 감사합니다. すごく良かったです. 自分の体調管理のせいでパクジニョンさんに言われた課題とかも達成できなかったし、やっぱそういうのは心残りというか、なんかでもなんかこの合宿中とかにはなんかやっぱ最後まで諦めずにみんなで頑張ろうっていうのはちゃんと思えたと思います。はい。ああ。조금만 상의해서 추가로 스타성 평가에 대한 보석을 더 줄 사람들이 있는지 상의해보고 다시 최종적으로 얘기할게요. 제가 댄스도 무대에 아직 큐브 もらえてなかったんですね. もらえるかなって思ったんですよね. もらいたくてすごく 自分であってほしいっていう期待はものすごくあったんですけど、でもやっぱり自信はないなくて、意外となんか緊張というか、なんか絶対受かりたいっていう気持ちは本当にありました。3個もらってる子とかもいて、そのペンダントを見ると全然輝きが違うので、不安はあります。다 같이 모여서 회의한 끝에 스타성 평가에서 추가로 니지 큐브를 받게 될 참가자 4명을 선택했습니다. 추가로 받게 될 첫 번째 참가자는 정말 오늘 많이 달라 보였어요. 교과상. 감사합니다. 私の中で一番ナチュラルな姿が見えて、普段の京香さんはこういう感じなんだろうなっていうのが見えましたって言っていただきました。すごく嬉しかったです。두번째는자기자신의매력을마음껏뿜어낸것같아요굉장히감동적이었습니다아까리상. 모에나상. 요카타데스. 오메데토우자이마스. 焦ってますね。キューブはもらえなくて、スター性が足りなかったのか。마지막으로큐브를받게될참가자는
マコさん、マコさん。最後にそのキューブをもらえてもう本当に嬉しくて、そのプレッシャーとまたいただくことができた時のその嬉しさと合わさって涙が出ました。자이제남은마지막평가가가장중요한평가예요큐브를하나도못받은친구들도쇼케이스무대하나만으로4개의큐브를다받을수도있습니다그래서정말후회하지않게남은시간최선을다해서준비해서아내가무대에섰을때이런사람이다라는거를저에게보여줬으면좋겠어요게스트여비아이마쇼宝石も一つもないのにここで頑張んなきゃいけないのに自分は何もできないなっていうのが思っちゃったし、あと、まあ、自分自身をちゃんと理解して表現することができてなかったのか、全部自分の準備不足だと思うので、もうちょっと準備してこれはよかったなっていう後悔があります。ここで止まらず、もっともっと自分の才能とかを開花できるように明日のショーケースで見てもらって。今は0個なんですけど4つもらいたいです。今まで自分にあんまり自信がなかったところがあったので、今回可能性があるとか魅力があるとかそういうことをたくさん言っていただけて、これから見つけていきたいと思います。